なるせただは、江戸時代末期の終わり半譜画老。終わり国犬山藩九代藩主。明治維新後、死尺、天保六年、丹波国史の山藩五代藩主。青山忠義の三男として誕生した。安政二年七月、なるせただの娘をめとり婿養子となり、安政三年十二月に、十五位した、主殿頭に除任、安政四年に家督を継ぎ、 早やとに転任した。安政5年に、終わり藩十四代藩主、徳川義勝が、将軍刑事問題と、条約直挙問題に巻き込まれて、大老、井伊直助から、隠居禁止を命じられ、弟、持長が十五代藩主となると藩政から遠ざけられ、もう一人の深郎武子氏の一派が藩政を、掌握して、幕府寄りの政策が取られた。 後に終わり派の指示により復権し、文久三年の徳川家持の上落には、前藩主、吉勝と共に入居して、懲罰関係の調整に当たった。8月に、持長が隠居して、吉勝の子、吉則が終わり藩の家督を継ぐと、再び吉勝聖子へのラインが終わり藩政を掌握した。源氏元年8月に、元終わり藩主、 徳川吉勝が第一次長州征抜で成長総督となった時の補佐役となり、10月26日に大物見として1150人の兵を率いて京都を新発、広島には11月7日に到着した。広島では11月14日に国体寺において責任を取って切腹した長州藩の家老、国主屋将、福原元勘、 マスダオの首実験を吉勝の名代として担当した。慶応元年1月に広島を引き払って帰京した。慶応2年1月に長州再生では交尾心得を命じられた吉勝が病のため、代わって11月に吉典と補佐の聖子へが上落した。明治元年1月3日のとば、伏見の戦いでは吉勝に従って上京していた、聖子へは散大して、 難問警備を担当し、5日には、朝廷の命令で吉勝の代わりに二条城を接収した。24日に、朝廷から独立大名として認められ、3月に、三余会系事務局兼判事に任命され、うるう4月には、京都を新発して、終わりに帰国し、品の鎮定のために5700人の終わり兵を率いて、塩尻から甲府へ進んで陳部に当たった。 その後、別動隊を含み、品野、越後、東京の各地へ分離した部隊について、聖護へは塩尻を本営として指揮し、6月8日に、終わりに帰国した。明治2年2月には、藩赤奉還を願いで、6月には、犬山藩知事を命じられた。聖護へは、王政復古の大号令の際に、朝廷から正式に藩主として認められた。それまで、 犬山藩は、尾張藩の不我狼であり、立場としては売身であり、正式に大名としては認められていなかったのである。ただしそれも、明治4年の廃藩地県までという、短い間であった。家族制度発足後は、断尺となり、明治24年4月23日には死尺に、昇尺した。1900年3月、犬山銀行を設立。明治36年に死去した。 ありがとうございます。